クリストファー・ノーランはイギリス出身の映画監督、映画プロデューサー、脚本家。ロンドンでコピーライターの父と客室乗務員の母の元に生まれる。父親はイングランド人、母親はアメリカ人であるため、イギリスとアメリカの国籍を持つ。幼少の頃はロンドンとシカゴの両方で過ごした。その後ハート・フォードシャーのインデペンデント・スクールである。 ヘリーベリーインペリアル、サービスカレッジを卒業後、ユニバーシティカレッジ、ロンドン大学に入学。英文学を学ぶかたわら、短編映画の制作を始める。映画制作ではなく、英文学を専攻した理由については、視野を広げるためと語っている。大学を選んだ理由は、映画制作施設の整っていることも挙げており、同大学の映画ソサイティの部長を務めた。 1998年、フォローイングで初めて長編映画の監督を務める。2作目となったメメントの脚本は弟のジョナサン・ノーランが書いた短編を元にしている。この作品で一気に注目されるようになり、ロサンゼルス映画批評家協会賞やインディペンデント・スピリット賞などを受賞、アカデミー脚本賞にもノミネートされる。2000年代には、新生。 バットマンシリーズの監督に抜擢される。2005年公開のバットマンビギンズでは期待に反し平凡な工業成績に止まるも2008年公開の続編ダークナイトは公開6日でバットマンビギンズの工業収入を超えてバットマンシリーズ最大のヒットとなり最終的に全米工業収入歴代2位、世界工業収入歴代4位を記録した。 また、悪役、ジョーカーを演じた、ヒース・レジャーは、第81回アカデミー賞助演団優勝を受賞。この作品の成功により、ノーランが監督した、バットマンシリーズはアメリカでは、ダークナイトトリロジーと呼ばれるようになった。2012年公開の完結作、ダークナイト・ライジングでも監督を務めた。2013年以降も制作費1億ドル超のオリジナル作品である。 インセプション、インターステラー、ダンケルクが、いずれも全米公衆1億8000万ドルを超えており、アカデミー賞複数部門ノミネートとなるなど、作家主義と対策主義の両立に最も成功している一人と評される。2019年1月25日には、次回作、テネット、テネットの公開日が2020年7月17日であると、ワーナーブラザースが発表した。 しかし新型コロナウイルス感染拡大の影響で、アメリカ国内では映画館が閉鎖されている状況を受け、公開日は7月31日、8月12日と延期され、最終的には8月26日に欧州から段階的に世界で公開し、全米公開は9月2日となった。この影響でテネット、テネットの全米公衆は約5700万ドルと大きく低迷。 興業としては失敗に終わった。私生活では1997年に大学の同級生であり映画プロデューサーのエマ・トーマスと結婚。4人の子供と共にロサンゼルス在住。また、左利きである。2021年9月、ノーランは次回作の制作と配給をこれまでのワーナーからユニバーサル・ピクチャーズに変えることが決まったと報じられた。 これにより、ノーランは2002年公開のインソムニアから約20年間続いてきたワーナーとの関係が解消することになる。ありがとうございます。